加藤昇る9月から2020年7月30日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍中尉。京都府京都市出身。父は商船の船長をして不在がちであったため、もっぱら母の影響を受けて育つ。1934年4月、京都市立第二商業学校に入学。同校卒業後、1939年4月。 立命館大学法学部に入学。1942年徴兵検査講習合格。大東亜戦争の戦況拡大に伴い、1943年9月、同校を繰り上げ卒業。すりオ海峡海戦1943年海軍航空隊へ、志願し、10月1日、海軍飛行家予備学生に合格。三重海軍航空隊で基礎協定を学ぶ。 1944年1月、沈汰海軍航空隊で、偵察機の航空練習を行う。1944年5月、同乗課程を卒業し、海軍将尉に任官。1944年8月、連合艦隊の第七艦隊に配属され、従順洋艦、最上の艦載機、零式水上偵察機搭乗員として、同艦に上艦する。水上偵察機、 随運1944年10月、最上の乗組員として、冷凍沖回線のすり顔海峡海戦に参戦。10月24日夜、米艦隊と交戦し、敵機の空襲を受けて、機関室を破損し、操打不能となりながら、約8ノットの速度で漂流していたところ、パナオン島ビニと岬崎の南東約38回りの地点で、駆逐艦、明けに発見され救助された。 この時、最上の陸民1200人中、生存したのはわずかに400人余りであった。生存者の救命後、航行不能となった、最上は、駆逐艦、明けぼにより来撃処分され、海底に沈んだ。全滅する、西村艦隊の最後を見届けた一人となる。この海戦の後、加藤は、第634海軍航空隊に配属され、フィリピンのキャビテに転出。 水上爆撃機、随運基調として、霊テ湾から北上する、米艦艇軍に対する攻撃作戦に出撃し、多数の戦果を上げる。1944年12月、第一航空艦隊に転籍。1945年1月、大東亜戦争の戦況悪化に伴い、台湾東港飛行場に撤退。1945年4月、鹿野海軍航空隊に転籍。 1945年5月、海軍中尉に昇進。1945年5月11日夜、水星や船体として、鹿のや基地を出撃し、沖縄北飛行場の夜間攻撃を行う。天候不良や機関不良により、同時に出撃した10機のうち6機が引き返し、登壇できたのは3機のみであったが、加藤の乗る5番機は、北飛行場に25番次元爆弾を登壇する。 戦火を挙げ、帰還の途中、与論島北方で敵機2機の銃撃を受ける。水平尾翼に一発被弾するも雲中に逃れて、帰還した。同5月13日、佐田三崎港海面霊明策的攻撃のため、6番機に、乗り出撃。同5月25日、機動部隊霊明策的攻撃のため、2番機に、乗り出撃。同6月10日、奄美大島付近制空のため、 第一星空隊一番機に乗り出撃する。この頃には、未機関機が増え戦況はいよいよ厳しくなり、加藤も特攻出撃の命令を待つ身となるが、特攻出撃で実戦経験のある者が次々と出撃し、操縦士も戦闘機も不足する事態となったため、実戦経験豊富でかつ戦果を上げていた加藤には、出撃するよりむしろ後人の指導に当たるべしとの軍令が下る。 この命を受けて、6月10日の出撃を最後に、加藤は予備訓練生へ、広報訓練を行う教官として、大井海軍航空隊に転籍。胴体にて、予備訓練生の広報訓練を指導することとなる。1945年8月15日、大東亜戦争の終戦により武装解除。帝国海軍の解体に伴い、 加藤も助隊となるが、元士官として、基地の残務整理に従事する。1946年1月、同基地を離れ、京都に帰郷帰郷後は、京都霊山五国神社での戦没者慰霊祭で司会、式季進行役を務める傍ら、日本の自虐士官、戦後レジームからの脱却のために、誇り高く戦った、日本人の本当の歴史を帝国海軍を知る。 生き証人の立場として戦闘体験を語る活動を講演会、DVD、ラジオ、雑誌などを通していった。2020年7月30日、正居。去年98歳。法名は言、受け法はさひぜん縄文。教育直後には悪いことは一つも書いていない。反対をしている人はどこが悪いのか示してほしい。 集団的自衛権を行使するのは当たり前であり、賛成だ。海軍時代に上官より、たとえ我々が戦って死んだとしても、それによって、一人でも多くの女、子供たちを守ることができ、この日本民族を再興させることができたなら、男子の本会これに勝るものはない。そう心して任務につけ、と習い行動した。映画、永遠の霊』の登場人物、大石健一郎は、 加藤と同じ、海軍飛行会予備学生第13期生の設定で、あるが、建物や装備品、当時の雰囲気の伝わる会話内容などを含めて、まさに、そのまま再現されていたと高く評価をしており、スクリーンの中に飛び込んで、当時に戻りたかったと感想を述べている。また、我々軍人は、お国のために死を恐れず、喜んで戦場に赴いた。そういった世代の人々を、 軍国主義に洗脳されていた人々とか、かわいそうとか評する人々がいるが、私はそういう評価が一番嫌いだ。かわいそうとかではなく、若い人は、当時の我々が何のために戦ったかをよく考え、その精神を受け継いでほしいとも述べている。また2015年には永遠の例の作者、桃田直樹と対談を行っている。幼稚園の頃から男子たる者、 女性には常に優しくしなければならない。女性はかよわき者であるから男子はこれを守らなければならないと教わり育った。また、女性は聖なる厳滅であり、大切にしなければならないと習い、これを実践した。ありがとうございます。